ほっほっというわけで、どうもこんにちは。ライズです。コライズです。今日はね、この前、秋葉原行ってきました。で、秋葉行った時に、名前忘れちゃったんですけど、ここに出してる VTuber 専門店みたいなお店を見つけました。系のイメージのお店なんですけど、秋葉行った時に出てきて、ここで安く売っていたので、販売させていただきました。あとは、ゲオに安売りしてたんで、それをまとめ買いしました。夕方はもう5時ぐらいになりますけど、朝からまだ何も食べております。以前、コロライブエキスポの動画出したんですけど、海外の人に、海外限定のグラのステッカーをもらったんで、それが本当に心に染みて嬉しくて、おそらくこれは日本限定、これをね、いっぱい買って、シールをね、貯めておくことによって、僕、8月なんですけど、今月末に、ニューヨークシティ、ポロ EN セカンドライブに、現地行ってきます！よっ！それに先駆けまして、この、日本で売ってる商品についてくる、こういう、ステッカー、この種類が2種類あるようで、交換したりとか、前回のね、恩返しをね、みたいなことを、いろんな人に、お配りできるように、ポロリスのね、海外交流をもっと深められるように、ホレイキスポーって言って思い出しました。あれが、ちゃんと準備できてなかったんで。せーの、ほっ！というわけで、ホロイキスポーの時のコスチュームに着替えてもらいました。これを着てね、開封して紹介していけたらいいなと思います。せーの、ほっ！すごいっすね。こっちが違う種類ですね。ほら、俺のおぉ！ちょっと JP メンバー用パッケージが後ろあるのかな？では、ちょっと食べていきたいと思います。いただきます。じゃあまずはこっちからパッケージはこんな感じになっております。2種類あるんですね。これは多分同じ種類のやつなんだけど、値引きだから。ほらほら。2種類。グラが乗ってる、グラムーナとかが乗ってる方と JP ね。じゃあいきます。食べ物は？ウエハースじゃないんだね、こっち。板ジャガだって、ポテジャガとか食ってなくてさ、ずーっとお菓子我慢してないよ。泣きそう。超嬉しい。チョコレートだけだと思った。おーこれいきなり来たんじゃん。レアとかあんのかな？記念すべき1枚目いきます。せーの、ダン！黒にです。しかも、キラキラ、ラメ入り。これレアなんじゃない？わかんないけど。裏も、こうやってなってます。で、おそらくシールになってると。じゃ、先にね、もう一枚だけ。行きましょう。開封。せーの。お、ありますね。せーの。はい。何でだ？ベイちゃん！ハコスベールズ。すごい、自己紹介みたいなの書いてある。面白いね。これは、ちょっと待って。俺も欲しいかもしれない。なんか全員1種類ずつぐらいは俺が自分用を取っときたいぐらいの気持ちだな。嬉しいな、これ。自分の曲げられないこと、こだわりは、ね、読めないな。星、why なんとか is my ninja。あ、わかった。ナルトだろ、これ。俺の人道は曲げない。いいね。ベイちゃん自分のね、ライブ 2D アバターで忍者風もあるからね。お、すごいね。最初の2枚は、ホロプロミスで、ベイちゃんとクロニーゲットしました。やばい、超テンション上がるじゃん。何この神企画。お菓子の方のね、レビューもね、していきたいかなと思いますよ。まあ、ウエハースと、サイズ同じぐらいだね、結構ね。うん。ジャガ。まず、ちょっとジャガの方食べて、こういうのほんとずっと食べてなかったから、長らく。嬉しすぎてやばい。もうマジかぁ。あー、うめぇ。もう社会人になって途中からさ、お金のこと気にし始めてからさ、結構お菓子とかも食ってないよ。箱のやつもね、パッケージの値段、通常すごい安くなってたんよ。買って正解だったわ。うん。うん。ゴミ袋。一気にまとめます。せーの。よーし。